こんにちは、しおさんでございます。今回は煮干し香るチャーシューワンタン麺、美味しさと懐かしさを感じる通いたくなるお店を紹介させていただきます。東川口駅の南口、この東川口駅の南口に昔ながらの良さを感じる、美味しくてどこか懐かしさを感じる中華そばのお店がありました。煮干しだしが効いていて美味しい、スープを飲み始めるとまた飲みたい、そう感じるシンプルだけど美味しいラーメンがありました。そのお店は一度知るとまた食べたくなる、そんな魅力的なお店でもあると思い紹介をさせていただきました。この駅前の通りを歩いていると、以前紹介させていただいたこちらのキララさんもあります。この通りはいろんなラーメン屋さんが並んでいますね。そのラーメン屋さんの先を通り越してもう少し歩いていきます。このもう少し歩いたところに、右前方に見えてくるのが今回紹介させていただくお店でもあります。名前が見えてきました。店名を見るとイメージができてくる、そんな名前のお店です。こちら名前は大正軒東川口さん。この大正軒さんは永福町系の大正軒さんのお店だそうです。ここにお店があることは分かっていましたが、入るのは今回が初めてです。このどこか懐かしさを感じる外観、これもまた特徴がありますね。歴史を感じる雰囲気、そして東川口駅からは徒歩2分と歩いて駅から行くことができます。線路沿いなので分かりやすい場所にありますね。お店に近づいていきます。こんな感じでお店の作りもシンプルになっています。店内はテーブル席とカウンター席があります。今回はカウンター席に座りました。メニューはこちら。メニューもシンプルです。中華そば、ワンタン麺、チャーシュー麺、チャーシューワンタン麺と、そして裏側に冷やし系があります。ほんとシンプルな仕上がり。その中で今回はチャーシューワンタン麺を注文。注文を終えて待っていると登場しました。こちらがチャーシューワンタン麺のメンマ増量、そして麺は大盛りでいただきました。このチャーシューワンタン麺の大盛り、ボリュームは期待以上です。たっぷり入ったメンマ、そしてチャーシューとワンタンもたっぷり入っています。ワンタンについては見えてる以上に入っているということも感じました。そして煮卵も入っていました。登場した瞬間は食べられるのかなという、そう感じるくらいのボリュームに感じました。早速いただきます。スープは煮干しの出汁が香る味わい、このスープがうまいんですね。優しい味わいで飲み始めるとついまた飲みたくなる、そんな美味しいコクのある味わいがありました。麺はコシがありうまいんです。この麺がこのスープにめちゃくちゃ絶妙に絡むんですね。スープによく絡むのでほんと美味しいんです。食べるたびにスープの美味しさが伝わってくる、その美味しさとともにどこか懐かしさも感じるんです。食べ始めると止まらなくなる麺。メンマは食感、味付けがスープに対して絶妙な仕上がりになっていると思いました。食べ始めるとこのメンマも止まらなくなります。好きな食感でたっぷり食べたくなります。麺を食べるためにスープの旨味がすごい、そのことを感じながら麺をいただく。ボリュームはかなりですが全く飽きません。チャーシューがまたうまいんですね。このチャーシュー柔らかくて油の旨味と肉の旨味、これが絶妙な仕上がりになっているんです。再び麺をいただいていきます。この麺はほんと美味しくて食べ始めるとどんどん食べちゃいます。そしてワンタンをいただいていきます。最初は箸でいただきました。つるんとした皮の食感に肉の旨味、これがたまりません。
スープにめちゃくちゃ合っているなと思いながらいただきました。なかなか箸だと取れませんが美味しいです。ワンタン入りはめっちゃおすすめだと思いました。麺とメンマをどんどん食べていきます。こんな感じでいただく。そしてチャーシューは食べるたびに食感、うまみ、その美味しさを実感します。麺とワンタンを一緒に食べる、これもうまいです。チャーシューは食べるたびにうまいと納得します。そしてワンタンはかなりたっぷりです。これ見た目以上です。そして皮が柔らかいのでレンゲで食べることがおすすめだと思い、2つ目からはレンゲでいただきました。生姜の味わいも伝わる肉のうまみ、これがたまりません。このスープと一緒に食べるとめっちゃいいんですね。麺がかなりなくなってきました。この段階でも全く飽きないで美味しいのがこの麺の特徴。どの具材も麺ももっと食べたい気持ちになってきます。それくらいに食べれば食べるほど美味しさを実感。ワンタンは食べるたびにスープとの相性を感じます。ほんとこのワンタンうまいんですね。このラーメンにめちゃくちゃ合う味わい、これが特徴です。美味しくて止まらなくなります。そして見ていると感じるのがまだまだ入ってるんですね。シンプルだけど奥が深いワンタン、そのワンタンの量はほんとすごいと感じます。それくらいにありがたいくらいたくさんワンタンをいただきました。煮卵の味わいも黄身の具合もともに美味しいです。スープがよく絡む麺はほんと最後まで飽きません。最後の麺をいただいていきます。そして麺をいただいた後はスープです。このスープがまたうまい。煮干し香るあっさりだけど奥が深いスープ、飲み始めるともう少しもう少しという感じでついつい飲んじゃい止まらなくなってしまうんですね。レンゲを動かす手が止まりません。美味しくて懐かしい味わいが口の中に広がっていきます。そして飲んでいるとそのまま手が止まらずについつい飲み干しちゃいました。こんな感じでお腹いっぱいいただいて大正軒東川口さんを後にしました。今回大正軒東川口さんでいただいて感じたこと、メニューもシンプル、そのシンプルなメニュー、そこから始まるこのラーメンの物語、シンプルだからこそ生まれるその美味しさ、一つの味に対するこだわりと美味しさ、そこが本当に伝わってきました。初めて食べるまではドキドキワクワク、どんな感じかなという感じでしたが、一度知るとまた食べたい気持ちになります。麺、スープ、具材一つ一つから感じる美味しさとともに感じるこの懐かしさ、それが本当に素晴らしいなと思いました。そして一度食べると通いたくなるんですね。そんな魅力的なラーメンを知ることができたことが本当今回良かったと思いました。東川口であっさり系のラーメンを美味しく食べたい、そんな時におすすめなお店の一つであると思い紹介させていただきました。大正軒東川口店さん、本当にありがとうございました。ごちそうさまでした。最後までご覧いただきましてありがとうございました。お店の詳細については説明欄をご覧ください。またコメントなどもどんどん書いてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご覧いただきましてありがとうございました。